石部駅、コミュニティハウス上りホーム下りホーム。石部駅は、滋賀県湖南市石部西三丁目にある、西日本旅客鉄道草津線の駅である。相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅。日中は当駅で上りと下りの電車が交換する、ダイヤになっている。駅舎は、下りホーム側にあり、反対側の上りホームへは、湖線橋で連絡している。 自動改札機は簡易式のものが設置されている。かつては抽選があり、貨物列車の対比などに使われたが、現在は廃止されている。2021年度から2024年度にかけて、駅舎は改築される予定で、駅の北側にも駅舎や駅前広場が設置される予定。駅の南北を自由通路で結び、それぞれの側に改札口を設ける。 草津駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅で、窓口が設置されているが、早朝と深夜は無人となる。愛子家利用可能駅。当駅で1978年6月まで、使用されていた腕木式信号機は、使用後に交通博物館の前提に閉館まで、展示された。長らく乗り場番号の設定がなかったが、 2009年7月時点では、ホームに乗り場番号表が設置されている。1997年に、旧東海道石部塾の旗号をデザインした待合室が設置された。駅のバリアフリー加工時の妨げになるとして2020年12月末で、閉鎖予定だったが2021年2月末まで延期された。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は、 以下の通りである。当駅は旧石部町の中心街から 1km 程度離れている。ありがとうございます。